が一番人気あるよ。クレアレカス6、34、1カツ2、99、2連6、62、3000連勝1、65。さあ最後の繰り返しになりますが、さあてっちんからナイス。はい、てっちんフレンド、はいどうぞ。さあこちらが放送番号をいただけたらスタートルさせていただきますが、さあ上を見ていただいて、クレアゼロ勝はどういうことか。1戦目の一国レオンに敗れた場合がゼロ勝です。そしてクレア1勝はどういうことか、 2.99 倍ですね。レオンに撃破マサルノスに敗れんのが1勝です。そして2連勝はレオンマサルノスを倒してマッギョに敗れるが2連です。そして3連全勝ですね。3連全勝、これはクレアがレオンマサルノス軍マッギョ軍全てを倒すというところでございますが、さあこちらありがとう。これは放送、これ小手半誰なんだろう。ただいまより新企画。クレア放送ですね。レオン頑張って。新企画、コロシアム界のクレイク、クレア行け、レオンさん頑張ってください。終わった。どうなるクレア、レオード、ケスケ、それは VS、レオンケントクロックサル、レオンケントクロックス、マサルノス、画質いいな、クレアのとこ。画質いいな。クレアファンクラブ、これ入っとくか。クレアファンクラブ入っとこう。ファンじゃねえけど。さあいつでもどうぞ。マサルノス、リーシャ、カルロス、マサルノス、リーシャ、カルロス、カルロス、エルプ、うん、しまったな、これ。本当に画質だけは無駄に高くてくさっかし。ユータ技闇ウィン、マッギョユータ技闇、社長がダントツが低いですね。ウィン、一極、二極、和骨です。今日から春休み、ナイスブラザー。ナイス。はい、オッケー。はいどうぞ。レオン、マサルノス、マッキョの順。現実の金とドラクエどっちの方が多い？始まるよ。現実と、現実とドラクエ、現実。現実のは桁違いが多いよ。桁が違う、桁が。でかくレアがレオンに負けてもその後の試合やつそうだから見たいです。ワコです。今日も楽しそうな企画ですね。ナイス。決まってんだろ。ドラケはそうでもねえよ。ドラケはアストルティアで一番持ってるぐらいだけどよ。
ドラクエ金いっぱい持ってるとかかまし野郎しかいねえもんな。本当に持ってる見せるやつほとんどいねえもんな。さあクレア軍で、しかもクレア放送、俺コミ入ったわ。お気に入り登録。今のクレアプトとガチマサルプトの試合みたいな。デレレレレレレレ、おっしゃこいや。もういいね。はい、オッケー。さあ皆様来ました。これいいですね。いやこれでも負けられないのはクレアたちは負けられないですよ。さあ皆様、一国です。カジノフィクサーの一国。さあカジノフィクサーの一国がなんとこのレオンですね。こちらはクレアさんはこれまで通りドラクエのプレイヤーしてるんですけど、カジノフィクサーがご用意した一国がこのレオン、ケント、クロックス、アレル。まあ結構強いですけどね。まあこれレオン、マサルノス、ゴリボー、まあゴリボーさんとかね、チャインさんとかね、マインドさんとかね、ユッピーさんとかね、まああの軍団みんな言うと言い忘れると怒られそうじゃないですけど、まあそこが来てくれたらこれは文句なしの、まあ四国ぐらいなんですけど、まあここはレオンさんがまず来てもらって、他3名を私がチョイスさせていただいて一国、そしてこのレオン一国を倒しても次に控えるのが、マサルノス。まあ言うなればこのレオンさんがまあミスターハンみたいなもんですね、これね。ミスターハン、まあ例えるならこのクレアがまあアリーナ姫、まあレオンがまあミスターハンみたいなもんでね。まあそれで薬草を使うのがこれがケスケみたいな、まあそういう感じですけど。さあ400対400でレオンが落とされる。さあこれはね、前々から温めていた企画なんですけれども、固定軍 VS 一つが固定で、他をね、ランダムで選ばれた方々で防衛していくという、このね、なんとなくこの、なんですか、アリーナ姫のあのシャッフルのあれをイメージしてやりたかったなと思いますが、さあこの1国、2国、3国というところで、さあと、まあそのね、やはり1、2、3と上に上がるごとにちょっと攻略が難しく、なっていくのかなというところで、まあ設定をしたんですけどね。まあ私はこれね、どこも同じぐらい強いんじゃないかなって思いましたね。そんなに、じゃあ一国のレオンが戦闘力、じゃあ100として、じゃあ次の二国のマサルノスが200あんのかといったら、まあそれはないと思いましたね。レオンが100として、マサルノスが105として、まあマッギョが106ぐらいかなと。そんなようなイメージでね、なんとなく合わせましたけど。さあ300対500。まあでもね、もしかするとね、二国が一番強いかも。二国、マサルノス、エルプー、二国が一番強いかもしんないね。マッギョンとかも強いけどね。マサルノスとエルプーは何度か一緒に組んできてますしね。やはりこの、お互いのスタイルが分かってるっていうのは、やはり大きなプラスになるので。さあ、こちら、それはクレア、レオード、ケスケ。さあ、それはパラディンがしっかり抱えて、俺今パラディンやってるからすごい勉強になりますね、それは。このそれはというプレイヤーも本当にいいプレイヤーですね。すごく昔からね、あのフィグゴロ来てくれてるんですけど、ものすごい昔からね、あのフィグゴロ来てくれてるんですけど、始めたばっかりの頃からもう変わらず素晴らしいプレイヤー。そしてパラディンですね。ちなみにそれはさんも生放送を持ってましてね、それはさんの生放送のタイトルが、それハッスル放送っていうね、いうところで私もコミュニティ登録させていただいてますけど、最近それハッスル放送あまりやんないですね。まあそれハッスル放送ってことでね、まあ、結構本人がすごいハッスル的な感じでハイテンションでやる人なのかなというところで、私も楽しみにしたんですけど、まああのコロシアムの画面を映すだけの放送ってことでね、それハッスル放送はあんまり私、それハッスルさんが、それはさんが喋ってるのは見たことないんですけど、皆さんよかったらね、それハッスルと検索するとそれはさん放送が出てくるので、それハッスル放送。327か473。さあ、それハッスルが310ポイント。さあ、それハッスルがポイントで、それハッスルが、それたん、それハッスル310。おい、強えな。おい、強えな。おい、2080番、それ待ってた。さあ、310ポイント抱えて、それハッスルからの、はい、それハッスルから、昔それはね、旅芸人やってた気がするんだよね。
旅芸人やってたからそれハッスルと思ったら、まあ今はパラディになっちゃったからあんまりそれハッスルでもないっていう。さあ346からの454からでございますが、いやーここはやっぱしかし豪華メンズですね。しかし豪華メンズ、ここまでここにまずグランプリチャンピオンが1人ケスケ、そして次の試合がエルプーグランプリチャンピオンが1人、さあそして MVP がゴロゴロ、ラストのマッキョ君は道具の MVP ということで、さあこれを全部抜ければクレア軍、やはりこのね、コロシアム界のご意見番ね、ツイッターコロシアムツイート界の悪魔と言われているクレアさんでございますが、さあこちらが、まあ、本当クレアさんとかね1日 100ツイート200ツイート当たり前らしいんで、もうまさに指で語る人物というところでございますが、さあ454からの346、さあソギウスのクレア、さあこの前のねコロシアム祭りはソギウスは非常に残念な結果でございましたけど、さあクレアさんそこの挽回からさ、ここがそこクレアが落とされても、クレアが落とされてもこれは決まらないというところで失礼いたしました。こちら勝利はクレア、さあクレア、レオード、ケスケ、それはレオード、ケスケ、ませんかばってんの見えないのかお前、止まれや、皆さん早く亀裂が、皆さん亀裂が、お前かばってんの見えないのか、止まれこらっつって、これレオードがこう強く言ってるのクレアですね、これ止まれよこらっつ、相変わらず口悪いですけど、いや違うから、違いますから、もう落とされてもポイント逆転されないって分かってるからやってますから、下心が見える下心が見える、ちょっとなんか渋いですね、渋いですねこれ、アホかさあ皆さん引き続きですよ、引き続きでございますけど、さあまずは一国突破ということで、ゼロに張った方々は失礼いたしました、ゼロ勝に張った方々は失礼いたしました。いや渋い、いや渋いな、これ今クレア勝ちましたね、4ポイント差ですね、4ポイント差、いやでもそれハッスル強えな、それハッスル渋いな、ディリリ、これはマサルが勝っちゃうんか、これマサルが、さあマサルが勝っちゃうんですか、この前ね、この前マサルを、この前マサルを破った、エルプーとマサルが組むという、さあ皆さんマサルノス、エルプー、カルロス、ディーシャというところでございますが、いやこの企画、自分で言うのもなんだけど結構面白いな、この企画ちょっと面白いな、このドラ物語性があって、これ実況もやりやすいな、まあ、実況というか語り部できない、これいいな、これ物語があっていいな、喋りやすい、この全部が連動してるからこれ喋りやすいわ、正直お前らね、あんま言いたくねえけど、いやあんま言いたくねえけど、やっぱ5分いろんなこと喋るって難しいんだよ。俺1日言ってもやるとき4試合、5試合、6試合やるじゃん。6試合、7試合、毎日5分喋るじゃん。ね、かといって、やっぱりコロシアムのことも喋んなきゃいけないしさ。でもコロシアムのことばっか喋っててもみんな飽きちゃって陰に来てくれなくなるからよ。お前実況だけ、いやそうなんだけど、実況だけしてると陰来てくんねえんだよ。オフ会でも言われんだよ。あれトークがなんとかなってるから行く気になるけど、ずっと見てるとわけわかんなくなってきて、もう行きたくなくなるっつって。もうオフ会ですげえ言われるから、そのために、ああ、頑張んないと。明日から頑張んないと。さあ、マサルノス、エルプー、カルロス。さあ、皆さん、全一魔法使いと全一僧侶のこちら。さあ、手を組んでからでございますが、そこにカルロス、ディーシャと。いうところでございますが、カルロスリーシャ、まあ、ただね俺ここがちょっと強いなと思うのは、エルプーがね普段リーシャとマサルノスやってるんですよ。そこが結構ね、ここはまあカルロス君っていう初めて組む人がまあいるところを踏まえてということもあるんですけどね、まあここはですね、非常に注目、さあここはクレアね、ここをまず抜けない限りは、全勝達成はありえないでしょう。当たり前ですけどね。さあこちらがしかし豪華メンツですね。まあカルロスというとね、私は本当キャプテン翼を思い出すんですけど、まあ本当にキャプテン翼のね、あのゲームといえばね、本当にカルロス・サンターナ、
まあ、あとコインブラ、修学君と同じ見た目のコインブラね、まあ、サンターナターンね、カルロスのカルロスって言ってたじゃない300から500。さあこちらがカルロスはゲームじゃなくてあっちか、本編の方か漫画の方か。キャプツバの話はどうでもいいんだよ。ケイスケしびれてる、かわいい、大好きか。お前、いや、ケイスケ、ケイスケ、ケイスケ旅芸、ケイスケ旅芸も強いからな。ミラージュシュートな。もうキャプツバの話しても食いついてくるやつが2人しかいないの。さあこちら325からの475からでございますが、さあ皆さんちょっと早めからスタートしたこちらのフィグコロでございますが、さあそろそろ日も暮れていい感じの時間帯になってきましたけど、さあ猫たちがご飯が欲しい。高子さんご飯、高子さん、高子さん、ごまちゃんと、ごまちゃんとしおくんとカカオにご飯よろしく。さあこちら325からの475、顔面ブロック使用ガッツは400。さあこちらからの、さあレオードが263からの、さあ263からの、まあレオードとクリアはね、元祖レオード軍ということで、フィグゴロに創世記から来てくれているこのコンビでございますけど、さあケスケとソルワーもね、昔から来てくれてますが、さあこちら、フィグゴロブラザーズのクラシック4名で組んできてくれて、さあこちら438、さあレオード263からの、さあカルロスドラクエ5、わかんねえ、キャプツバとか世代、キャプツバ渋いから、やばいから。さあこちら362からの438、さあ残り時間がここ折り返し地点で、ここで2分と30秒から、さあここでイーブン並びました。さあここでイーブン並びましたが、レオードがポイントを抱えているので、これはさあこれは皆さんレオード VS エルプーのね、私の師匠対決でもあります。さあエルプー VS レオードの師匠対決でございますが、さあここで勝てば、ここでレオード勝てば600万、レオードが勝てば600万、そして、こちらマサルノスが防衛しても600万ゴールド、実に多くのギャンブラーの皆様がかけていただき、 20% のこちら、大会コミッションをいただき、さあ皆様のおかげでこのカジノフィクサーコロシアム、さあ本日も儲かって、いや儲かってじゃなくて、本日も盛り上がっております。さあこちら394カーの406、本音が、ちょっと今本音が394カーの406カーの、さあ1分45秒、さあ私フィクサーこのレグナードシリーズ、レグナードシリーズで、まあ、3億5000万か4億ぐらい装備使ったのでね、非常に儲けたい、ね、装備でここ最近3億4億使ってるんで儲けたい、それなりに儲けたい。これからグランプリ来てパラディンで装備が、うるせえなお前ら、うるせえなお前ら、うるせえなお前ら、ちょっとお前、ちょっとお前本音が出るぐらいだもこの野郎。さあ1分20秒から、さあ7ポイント、さあここがマサルノスリード、さあマサルノスリードからの、さあマサルノスリードからが7ポイント、さあこれはレオード263抱えるも、さあケスケ12ポイントから、さあこれはどうだ、これはどうだ、さあ7ポイント差、7ポイント差、さあ1000パラ旅走という、現在アストルティアで最も安定して勝てるのではないかと言われているこの最強構成でございますが、さあラスト1分切りましての攻防戦が、さあいかにクレアの放送、クレアの放送そこそこ画質いいけど、やっぱり時計が見えない、残り多分これ49秒、多分49、俺のなんとなく視力そこそこの視力で見た、小学生の時は視力が 2.0、 中学生の時は 1.5、これ高校生の時は 1.0 と順調に視力が下がっている私の視力から見ても、これは残り35秒ぐらい、さあなんとなく35秒ぐらい、しかしこんだけコロシアム解説実況をしている私はなんとなくこの30秒が体で赤くなってから、時計が赤くなってから1分間が大体これぐらいっていうのが体に染み付いて分かっているので、皆様タイミングを逃すことはありませんので、さあここら辺は安心していただいて、さあ413からの387、さあ413からの、これ決まるか、これ決まっちゃうか、これさあ誰を落としても逆転ですが、さあカルロス、マサルノス、リーシャ、エルプ、誰を落としても逆転ですが、さあしっかり合わせるか、ケスケ落とされる、さあケスケ落とされて、さあここはカルロスが落ちるか、カルロス落ちる、カルロス落ちて8ポイント、ザオが入る、ザオが入ってひっくり返って、これはマサルノス勝利は、お見事。さあなんとクレア固定軍が、さあ急増のこちらカジノウィクサーシャッフル軍に負ける。さあしかしそのメンツもエルプーマサルノスリーシャカルロス、さあこちらカルロスリーシャエルプーマサルノスだからこそのこちらは納得は、お見事。マンキョさん、マンキョさんすいません、マンキョさん、マンキョさん出番なんです、マンキョさんすいません、マーキョさん次固定できていいっすよ、マーキョさん次固定できていいっすよ、マーキョさん悪かったんで次固定できていいっすよ。